どうも皆さんこんにちは、こんばんは。それでは今回はボスの八つの神の攻略やっていきます。今回紹介する方法は僕が使った戦い方なので、あくまで参考程度に見てもらえたらと思います。それでは早速紹介していこうと思うんですが、この八つの神と戦う前に準備しておくとより戦闘が楽になるものがあるので、先にそちらから紹介していきます。なのでさっさと戦闘が見たいっていう方はこちらの時間まで飛ばしてください。それでは説明していきます。この八つの神と戦う部屋には基本毒沼が設置されています。この毒沼を消すにはミッション途中にこんな感じの蛇を模した銅像が設置されています。これを破壊することでミッション途中にある毒沼と合わせてボスの部屋の毒沼も消える仕組みになっています。この銅像は全部で3つありますということなので、ここからはその銅像の場所を紹介していきます。さあ、それでは銅像の場所を紹介していこうと思います。まずはこの2つ目の社、この場所まで進めておいてください。そしてこの社がある場所のすぐ近くのショートカット、できればここも開けておいてください。開けてなくてもいいんですけれども、ここからすぐ1箇所は見えるんですけれど、あそこ壊しに行きます。で、あそこまでこのショートカット使わずに行こうと思うと結構遠くて、もしね途中で死んでしまったりするとやり直し、またあそこの場所まで戻っていったりするのが結構大変なので、ここのショートカットを開けておくと失敗した時に楽かなと思います。ということなので、今回はこっちから進んでいきます。先ほどの社からこっちに進んでいって、で今回は銅像壊すのでこの辺の敵も無視していきます。ここから降りていかなくても別のルートから降りてもいいんですが、ここからすぐなんで降りていきます。でまずはあそこの銅像を壊しに行きます。で、あの銅像を消さないとここの沼とかも消えないので、どうしても毒にはなってしまったりするので、毒消しとかもセットしておくとあと楽になるかなと思います。で敵ももちろんいるので、あの敵も結構厄介なので、先にこういったところから指とか使って倒しておくとあとあと楽です。じゃあ進んでいきます。毒消しは割と拾ってると思うのでバンバン使ってもいいかなと思います。で、あそこにも敵上にいるので気をつけてください。倒してもいいですし、この銅像のこの辺だったら上の敵の攻撃当たらないので、この辺で戦うのもいいかなと思います。で、結構下道兵が狙ってきたりするので、それだけ気をつけてください。ということで、それでは一つ目の銅像壊します。それではここから続けて、次は社の近くのを解除しに行きます。ここどうしても毒沼があるので、ここ抜けていきます。で、ここに社があるんですが、ここまだ常闇を消さないと使えないので一回通り過ぎます。で、ここのすぐ横にはしごがあるので、これ切り落としておいたら万が一この一本足だたらにやられてしまっても、すぐまたここショートカットつながったので、ここも下ろしておくといいかなと思います。ということで、ちょっと倒します。さあ、ということで一本足だたらも倒して、ここのはしごも下ろしたので、ここからさらに奥に進んでいきます。で、奥に進んでいって、右手の壁に塗り壁がいるので、倒してもいいですし、ジェスチャーでどいてもらってください。戦うと結構大変なので、ジェスチャーでどかせられるならどかした方が楽かなと思います。今回うまくいきましたね。で、ここから奥に進んでいきます。で、下道兵が1人いるので、弓とかで遠距離で倒せばすぐ終わるかなと思います。普通に戦ってもらってもいいです。で、奥まで進んでいって、ここのすぐ横、あそこ見えますね、あそこの位置に銅像があるので、あれを壊してください。あれを壊すと、ここの常闇と一緒に沼も消えるような感じになっています。ここから行くと他の敵に狙われないので安全に壊せます。はい、これですぐそこにあった沼が消えて、ボス部屋のも消えるといった感じです。プラスここの常闇も消えたので、ここにある社も使えるようになります。さあ、それでは最後の銅像の場所を紹介していきます。先ほど解除した社から進んでいきます。今度はちょっと戻るような感じになるんですが、先ほど一本足だたらがいた場所のすぐ横のはしご、ここを降りていきます。で、こっちから今回は行きます。先ほどの1個目の銅像消してるので、今度はここ毒沼消えてるので取りやすいと思います。で、こっちに行ってもらうと、ここに銅像、間違えました、洞窟があるので、ここに進んでいってください。で、ここの奥にも妖怪いるので倒していってください。で、倒してもらったら、あそこに妖怪が出てくる、ここは容器が出てきます。この容器が出てくる場所のすぐ右のあの奥のところに銅像があるので、ここで無視してもらってご利用して壊してもらうか、容器を倒してから安全に壊してもらったらいいかなと思います。さあ、ということで容器倒し終わったので、銅像の方も破壊していきます。はい、これで3つ目終わりました。
ということで、これでボスエリアのドクルマも全部消えるような感じになるので、これで準備は終わりです。ドクルマはまあ消さなくてもボスと戦うことはできるんですけれども、消しておいた方が戦いやすくなるので、今回は先に紹介させてもらいました。ということで、次はボスの技見ていこうと思います。それではここからは注意しておきたい一部の技の紹介をしていきます。まず一つ目がつかみ技です。この技は近づいた状態だと非常に避けにくくて、被弾してしまうとかなり大ダメージを受けてしまいます。もしキャラクターのレベルが適正レベルくらいで体力が減った状態だと、ほぼ落兵に持っていかれてしまうと思います。回避で避けることも可能なんですが、かなりタイミングがシビアみたいで、自分は非常に避けにくかったので、対策としては常にボスとの距離を少し取った状態で立ち回るようにしています。最初からある程度距離を取るようにしておいたら、回避の成功確率が格段に上がったのでおすすめします。続いては両腕を地面に突き刺して攻撃してくるこの技です。この技は八つの神が両腕を地面に刺した後は、プレイヤーの立っている位置に地中から腕が攻撃してきます。ガードした場合は気力の削りがかなり激しいので、できる限り回避かダッシュで避けます。八つの神はこの技を出した後はしばらくそのまま硬直しているので、この攻撃の後は両腕を攻撃するこちらのチャンスにもなっています。なので回避した後は積極的に腕を狙っていきます。次は頭を垂直に叩き下ろしてくるこの技です。この技は特技でカウンターを取ることができるので、ぜひ狙ってみてください。次は突進技です。この技も大技なので特技でカウンター取れるんですが、突進中だとなかなか成功せず、他の技に比べるとちょっとタイミングが難しく感じました。突進行動の出始めあたりにぶつけると成功させやすかったです。特技を当てないときはガードだと連続ヒットして割られやすいので、回避をおすすめします。左右にダッシュすれば簡単に避けられます。ということで、技の説明はこれで終わりです。次は実践やっていくんですが、その前にもう少しだけ補足させてください。このボスは両腕を破壊することができます。腕を片方でも破壊するとボス本体に大きなダメージが入ります。また常闇が発生するときにこの腕が残っていると、本体からポロリした後独立して攻撃していきます。この独立した状態の腕も倒すことで本体にダメージが入ります。狙えるときはこれを利用するとダメージが取れるので試してみてください。またもし破壊が間に合っていないときに常闇を発生させてきたら、この腕をポロリした瞬間あたりに妖怪技の一本足だたらを使うと、ボスの本体と両腕全体に一気にダメージを与えられます。腕の破壊はできてなくても、ある程度ダメージを与えられていれば、ここでまとめて破壊できるかもしれません。この戦法いいなと思ってもらえたら、ぜひ使ってみてください。さあ、それでは最後に一通り通して見ていこうと思います。開幕ボスは必ず突進攻撃してきます。ただこれは大技ではなく通常の突進なので、普通にちょっと横に避けて十文字という居合斬りのような技を当てました。で、今回もなるべくゆっくりと丁寧に戦っていこうと思うので、隙を見つけたら上段の強攻撃などの一撃を当ててすぐ離れるという戦い方をしていきます。で、ちょっと離れた位置にいるとこんな感じで両腕を地面に突き刺すようなこの攻撃してくるので、ここは隙が大きいので2回から3回攻撃して離れるっていうのをやっていきます。で、離れた位置の意識としては、自分はステップ、ボスからステップ2個分離れたぐらいの位置が戦いやすかったので、ちょっと離れ目ぐらいで戦っています。ちょっと離れているとつかみ攻撃もすぐ出てきた時に避けやすいですし、かつ両腕がある時はあの地面に突き刺すあの技を結構頻繁にやってくるので、それを誘うためにもちょっと離れた位置で戦うようにしてみています。で、腕を破壊する時はロックオンしながらちょっと斜めから本体に一緒に攻撃が当たるようにやっています。腕だけにダメージが入っていくとちょっともったいないので、攻撃範囲の広い技とかを使って本体プラス腕にダメージが入るようにっていう感じのもやってみています。で、これ常闇発生させられたら他のボス共通で、やっぱり気力の最大値もちょっと復活したりするので、復活した瞬間に一本足だたら当てて気力の最大値を下げつつダメージも与えるといったことをやってます。で、常闇になったので結界符プラス自動符ボスに当てています。両腕があるときに自動符当てようとしたら、たまに腕の方に当たって本体に入らないということもあったので、腕がなくなってからプラスやっぱり常闇の中ではなるべく戦いたくないので、相手のステータスを下げるようなやつを使っています。で、これで気力最大値削れたので組打ちやるんですが、組打ちすぐ行くんじゃなくて、ちょっとだけ組打ちまでの猶予時間あるので、その間にちょっと1回ダメージ与えてから組打ち取るようにしています。で、これ気力ゼロから復活する瞬間にちょっとだけあの攻撃判定のある回転攻撃してるので、それだけ注意してください。なのでちょっと距離取ってこっちも1回体勢立て直しました。で、使ったのは雷属性が武器につくやつ陰陽術を使っています。
八つの神は雷属性が弱点になっていて状態異常もたまりやすいので雷属性使っています。雷属性の状態異常は移動速度低下がつくのでチドンフなどと同じような感じですね。なので相手の移動速度も下げられるのでこういった属性を使ってみるのも試してみてください。でまた気力が0になったのでここは少し連続で攻撃を入れていきます。でここ腕がちょっと残ってしまってたんですけれども先ほど説明させてもらった一本足だたらで一気に破壊しておきます。これで気力の最大値も減っているのですぐ特闇も解除させやすいので非常に便利です。でここすいません失敗しました。特技自体は当たってるんですけれどもこっちも一緒にダメージもらってしまいました。なのですいませんちょっと完璧プレイではないです。で最後これ組打ちできるようになったので組打ちで倒しきれるかなと思ったらちょっと倒しきれませんでしたが、まあ、最後追撃入れて終わりといった感じです。で最後使ったのはこのゲーム妖怪化してすぐに組打ちをすると妖怪化した後の、演出のようなモーションをカットしてすぐに組打ちに移るっていうことができるのでそれ最後ちょっとやってみています。ということでこれで紹介は全て終わりです。というわけで今回の動画はこの辺りで終わりです。実は八つの神の攻略動画はベータ版の時にもアップしていたんですが製品版で大きく仕様の方が変更されていたのでちょっと内容の方を変更して再アップさせてもらいました。前回の動画も見てくれていた方はすみません。新しいこちらの内容でよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。